真ん中で。はい、どうも一般人です。サスリオレンジの石井と申します。24期モノノアワーで記者さんでございます。お願いします。というわけでね、今チケットのね、手売りの方をやってるんですよ、はい、ただね、雨が強くてなかなかね、チケットが売れないということでね。いや、雨じゃなかったら売れるんですよ。いや、あんまり売れないんですけど。というわけでね、初キャラバンということで緊張してますけど。あ、そうなんですか。頑張ってください。これからね、長い道のりが待ってる。ありがとうございます。ちょっとね、大変な道のりが待ってると思うんですけど、頑張ってください。ありがとうございます。これね、じゃあ、ツイッターとかやってますか。やってます、ツイッター。あ、じゃあ、あと、はい、前出てもらってるんでね、はい、また見てる人がいたら、また貼っときます、はい、ありがとうございます。今度はちゃんとした紹介動画で編集して出すやつなんで。あ、ありがとうございます。とりあえずゲーとかやりますか。あ、そうですね、一発ゲーとか。一発ゲーは僕はない。あ、ないないあ、じゃあなんか一発ゲーとかありますか。僕はあんまないんで。最悪な動画ですよこれ。逆とかね。じゃあ僕今現役高校の教師芸人で。あ、そうなんです。すごいじゃん。なのでちょっと豆知識と言いますか、そういう話は、はい、もう皆さんも稽古で喋るときに、目上の方がお話するときに、はい、おっしゃられたっていう方多いじゃないですか。けど、あれっておかしいですよね。おっしゃったんですよ。なれるの。そう、なれるはやりすぎなんですよ。なれるを言うときどういうときかっていうと、天皇様と会話するときにしか使わない言葉なんです。皆様本日、ね、いつも天皇様と会話するときだけおっしゃられたことを使ってください。その名はできたわりです。あ、じゃあね、後でいろいろな、ね、雑学が分かると思うんで、皆さん、ね、はい、学校で会ったときは、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、非常勤。じゃあ、これからもよろしくお願いします。じゃあ、後でね、ツイッター下の方に上げとくんで、よかったら。僕もじゃあ、焼肉屋の副店長、現役焼肉屋副店長。今ですか。はい、今やってるんです。やってるんで。じゃあ、焼肉の豆知識。あ、いいですね。はい、肉は、1回ひっくり返す一番美味しい。あ、そうなんだ。普通の。あ、でもそうなんだ。いや、そんな薄いぐらいでよかったんですけど。ちなみにちゃんとリアクションしてくれて。一番こう高い肉っていうのはどこの部位が一番高い？一番高いですか。まあ、そのお店によると思うんですけど、まあ、うちはサーロインですね。あ、サーロインステーキ。はい、サーロインステーキ。おいくらぐらいですか。まあ、4000円。高い。何キロで4000円？もう100グラム。100グラム4000円。かなりね、いい値段ですね。はい、ボーナス入ったら食べに来てください。やばいね。これは売れるまでいけないですね。というわけでね、皆さんもよかったら。え、一般人さんどうやってたの？あ、自分はもういっぱい宣伝してます。あ、なるほど。いろんな他の動画を見ていただければ。よかったらね、他の動画も見てください。はい。焼肉屋さん。はい。焼肉。一応そうですね、大将軍っていう。あ、大将軍。はい、まあ、東京にはないんですよ、1店舗しか。千葉の、千葉、はい、千葉で30店舗。すごい。副店長。そうですね、一応。旧営店の副店長をやってます。現役で。現役で、まあ、あんまりって、ほんま褒められても嬉しくないんですけど、正直。お笑いやりながらっていうのはすごいですよ。頑張ってます。なるほど。じゃあ、チケットをぜひ、買ってください。お越しください。まあ、肉に比べたら安いと思うんで、お願いします。そうですね。じゃあ、それではまた会いましょう。バイバイ。